おはようございます、時刻は朝の3時半熱海にやってまいりました。イエーイ。結局寝れなくてですね、30分だけ仮眠をとってやってまいりました。今日の撮影はちょっと生半可な覚悟ではいい映像が撮れないだろうなと思ったので、昨日ちょっと丸一日心のね準備をしていたので、ちょっとなんとなく多分今回のメイキングの映像ずっとしょんぼりしてると思うんですけど、撮影が終わったらめちゃくちゃはっちゃけると思うので、それまでちょっとこの悲しい気持ちを胸に撮影を頑張りたいと思います。頑張ります。その心が落ち込んだ時の体の状態を体から作ろうと思って、こう周りが見えなくなった時の様子を再現しようと思って、今回カラコンをね初めて入れたんです。今回のポイントはそんな感じです。ちゃんと死んじゃいそうな顔してる、しんどいですね、頑張ろう。良さそうな気がします。お疲れ様でした。朝9時海鮮丼、イエーイ。やっとご飯食べれて調理しよう。実は、ホタルビのミュージックビデオの構想をどうしようかなっていうのを考えてた時に、舞台を熱海にしたので実際に熱海の土地を見に来たんですけど、そこでカフェサンバードさんのフォントが目に入ってですね、まあ、デザイナーさんが目に入ってですね、あれを見てドン・キホーテ の, ジャケットのロゴデザインをなんかこう着想を得たっていうところで、ドン・キホーテデートの聖地でもあります。ちょっとした裏話でした。のどに撮影2日目です。わーい。先週は黒い衣装で撮影をしたんですが、今週は白い方の衣装の撮影です。どっちも朝日狙いということで、夜中の2時に東京を出発してやってまいりました。ここは、小田原の海です。この白い衣装は今までのやってきたリアリティのある映像とはちょっと違って、こう内包的な心の部分みたいなのを今日は表現するパートになると思うので、その辺を意識しながら一生懸命頑張りたいと思います。撮影の時私はいつも天気に恵まれてるから、今日も多分恵まれます。こんな雨は止みます。この白い砂は業務用の白い砂っていうのを探して、ですね、こう海に撒いても大丈夫であること、それからかつ撒いても飛び散って白く見えるっていうのをね、そういった砂を探して購入しました。それからこれはですね、まあ割と企業秘密ではあるんですけど、安心安全の骨たちです。もちろん人間のでもないですし、動物に危害は加えていないですけど、企業秘密の骨です。この骨のねちょっとしたポイントはやっぱり加圧されていて、実は簡単に砕けるようになってるっていうところですね。これを一晩かけて食器用洗剤で湯抜きして、で1日2日干しときました。そしたらいい感じにね、こうカラカラの骨ができましたよと。これも自分で作りました。
自分脱ぎた。もうね。なんかずっと持ってるとすごい愛おしくなってきて、でもこんな感じか。本当にね、人が入ってると思ったら愛おしいよな。じゃーん、イエーイ、嬉しい。あ、鏡代わりにもなるし、よし、やったー。いやー、もうまた今から辛くなんのやだなって思ってるぐらい、本当集中してやろうと思います。あんま、なんだろうな、言葉にしない方がいいと思ってるかも。今出すと発散してちょっと自分の中からこう溜めといた感情貯金みたいのが減っちゃうから。よーい、スタート。うん、ドロドロになるから。なんとなんと、びっくりですよ。お空が見えますか？やっぱり晴れましたね。すごい。やっぱり私は天気の子だ。いやー、幸先がすごくいいと思います。めちゃくちゃ寒いんですけど、頑張ります。なんと近くに近くに。終了しました。寒かった。本当に命の危機を感じましたね。いやー、過酷でしたが、実際にまあちょっと撮影のシーンの中で、まあ、その命をねなくしてしまうのではっていう、そういうシーンになっているので、迫真に迫るようなカットが撮れてたらいいなというふうに思います。学んだのは、服を着ながら海に入ったら本当にやばいってことですね。いや、マジでちょっと本当に今までの中で、もうちょっとひょっとしたら今までの人生の中で、もう肉体的には今が一番やばいかもしれない。過酷だったけど、それがなんかこういい映像になってたらいいなって思って、はい、今はそれを願うばかりです。一発撮りのシーンだったんで、私はあとはもう祈るばかりなんですけど、とりあえずは、温まりたいなと思います。皆さん、レジャーに行くときは絶対に水着で行ってください。